い、続いてはこちらのコースやっていきましょう。グリッチコースだね。リスナーさんに教えていただきました。早速、これがまさか。特になし。なんだこれは、これは、これは。あ、これってコイン取れるんだっけ。はい。あれ、あ、落ちた。ここ落ちたね、もう一回。あ、落ちない落ちなくなっちゃった。すごくない？落ちたよね。ほら、今落ちた。ヒュヒー。あ、今段ちょっと一個下がった。ちょっと見て、ほら、ここも下がったぞ。全体的に下がっとる。にゃっ、なにこれ落ちるかもしんないから怖くない？はい。あ、びっくりした。下がってるけど入れました。にゃっ、なんだろう。ちょっと押してみようか。ここは普通っぽい。こっち？コインが取れない。このコイン取れない。これでなんか、これで平気？通れます。落ちます。無。もうあのブロックは無です。なんか音がする。はい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 。ここはもうさっき見たね。あ、このずれてるの何？この子、このスネークは乗れる？動く？普通だね。これは普通。このちくわは？とりあえず上行ってみるか。あ、なんか右側で、リンリン鳴っておりますぜ。ボン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 、キラキラキラ、ボンボンボン。あれにじゃあ行ってみますか。ちょっと待って。ちょっと飛んでみよう。まあ、いっか、これ平気っぽいね。てきまーす！怖い、なんか怖いんだけど。これ、まさか作動しないとか？え、びっくりした。あ、間違えた。怖い怖い怖い。さっきミスったから。はい。これはなんかあるかな。次はここ下降りても平気？怖くない？ひゅっ、下なんかあったかな。見えね。はい。これなんかあんのか。これは、これはなんかあれですね。なんか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 、これは普通じゃない？やべ。あ、これマントじゃないとダメ。あ、消えた？もしかして音符消えたんじゃない？音符がなんか変な感じになってる。これちょっとずれてる。大丈夫これ。あ、これは赤よし、赤よし、赤よし。乗れない。はい、あ、スター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 。スターは通常通りです。通常通り。はい、あとはこの子も、これはこの中を通過するのかと思ったら違った。あとは、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 何？あ、動けない、動けない。降りなきゃダメ。何？何？え？鍵は？まさか。あ、びっくりした。困った、困った。よっぴー！お前がいないと、お前がいないとダメなんじゃ。これ乗れないのかな？もうダメやん。え？鍵どこ？あ！あった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 、あった、ありましたー。なんで？これは普通やないかい。普通の、普通の隠しやないかい。で？このずれるの面白いね。はい、ゲッチュー！背景はなんか面白い。かわいいね。はい、次は何？よし！ちょっと怖い。てるるるるる。これ普通のなんか普通のコースっぽい。ここ通過できちゃう。あ、やべ、やばい。普通に難しいコースみたいになってるやん。これはなんだ、バグコースなんじゃないな。やめて、怖いことはしないで。なんで？はいはい、わかりましたわかりましたわかりました。変な方向にいろいろ咲いております。はい、消えた、消えた。音符ブロック、なんで消える？音符ブロック、これ叩けんのかな。叩き回せ。これからここ入っちゃうの私これ。でも、いや、奥行けないか。食らっていきますか。はい、シュ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 。こういう道みたい。これすごくない？これ、これ本当にあったらすごい。あ、びっくりした。ドゥルルン。これは、これはすごい。これはいける？こうしてこっちですね。まさか氷も？めめめ、飾りか。絵みたいだね、もう。背景みたい。
なんでこんなことが起こってしまったんだ。次はかぶってかぶってかぶってててかぶってててこれはなんかなってるんでしょうか。はい、大きくなりました。これもなんかバグでなんか死んだふり、バグでなんかできんのかな。炎来たら死んだふりすればいいか。おらおら、わしゃ強いんだぞ。これもかぶってるからな。早く、危ない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 、あらよし、超強い。これ最強マリオかもしれない、この2の中で。あれ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 、死んだふりだってできるんだ。よし、ここはバグでも何でもありませんでした。あそこもなんか面白そうな装置。何や、これは、めめめ、これバグじゃないよね。これバグっぽい音楽鳴ってたけどバグじゃない。ハンマス、今回のテーマはハンマス。以上。さあ続いてはこちらのコースやっていきましょう。リスナーさんからねいただきまして、なんか最後がクリアできないので、アスカさんちょっとクリアしてクリア方法を教えてくださいというね DM をいただいたので、アスカお姉さんがクリア方法を教えてあげましょう。こうでしょ、ほいほいほい、ささささささで止まってでこっち行く。うん、びっくりした。ね、入ります。続いてはコインナビゲーションで、こっち行って、え、どっち行くの、えいろいろ矢印書いてある。あそこにメダルあるよ、ピンクメダル来た。でバネは上に投げるんかな、こう、はい、そして、あ、やべで、バネ投げーの。おぉ、で、入りーの、入りーの、入ってみます。入りーの、ここに出るの。ピンクコイン取らないで一回ちょっと進んでみよっか。な、な、で、最終的にここ来るっていう感じか。おこっちに、あ、で、ここが多分最後ルート、ゴールシーン。バムちゃん、バムタソ、むずくない？持ってピジャン、ピジャン、上投げ。で、はっ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 は。ピンクコイン取らないでもゴールがまあできるっていう。いいね。私に聞いたことがまず問題でした。はい、続いてはまさかちんさんの世界最下位を狙う走り自動をやっていきましょう。つまんないっていう面、つまんないってこと？なんだろう。ガボンを30体倒してから壊れる。世界最下位。世界最下位。いや、そうでもないよ。結構すごい技術ですよ、この全自動。すごくない？これをパッ！おー！すごいじゃん、これはあかんな、この技を使うのは、これはすごいぞー、痛い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 、当たらないもんなんだね、当たらないもんなんだね、30体倒してるんだね、すごくない。え、これ私めっちゃ世界最上位や、世界最上位レベルをおすすめします。世界最下位って言われてるからちょっともうすっげーってなるかけど、なんか一番世界で一番楽しいコースって言われたらうわーってなるのかもすいません。さあ続いてはネット・フランダーズ・ビッグ・チャレンジ。フランダースの犬、全然違う。あ、待って待ってはい、毒沼からのジャンプ物語。ダメだ、ノンスクロールだから焦るな。ほっ、毒沼ジャンプ大会。はい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 、来た来た来た、私沈んじゃうのね。毒沼ジャンプ大会、ほっ、ポッポッ、しあ、これ乗ってく。おお、危ねえ危ねえ危ねえ。毒沼ジャンプ大会1面はクリア。
はい、二面。これは何？毒沼スクール、毒沼横動き大会。毒沼の横動きはこんな感じ。はい。え、これキラ、え、届かなさそう。一番下回んのこれ。あ、これ三段階調節。二段階右折的な原付きでいう二段階右折。はい。オッケーオッケーオッケー。タンタタンタタンタン。タンタン。ドキドキするー。よし、オッケーオッケー。危なあ、危ない。オッケー。あ、やばい、やっちゃったー。あのコインのところでね。待て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 、押すなよ押すなよ押すなよ。はい、コインコイン、やべ。よし、次で行こう。おりゃおりゃよ。あ、ずっとドワンゴに行っていた夏の日、休みドワンゴにずっと行っていた子供みたいやで、ずっとずっとやってたからね。これこれとつららを見るとちょっと鳥肌が立つよ。おお、来た来た来た、やべ、びっくりした。